ウィルキング、ホセロドリゲス・カラスコは、ベネズエラ・カラボボシュー・プエルト・カベージョ出身のプロ野球選手。2007年2月26日にタンパベイ・デビル・レイズと契約。ルーキー級、ベネズエラン・サマーリーグ・デビル・レイズ・レッツで17試合に登板し、3勝2敗にセーブ、防御率1.95だった。2008年は、ルーキー級、ベネズエラン・サマーリーグ・レイズで10試合に登板し、 零勝一敗、防御率3.71だった。2009年は、ルーキー級プリンストンレイズで13試合に登板し、1勝6敗、防御率3.21だった。2010年は、A 級ボーリンググリーンホットロッズで22試合に登板し、4勝10敗、防御率4.23だった。オフの10月に、右肩の手術を行った。二千十一年は、 前年の手術の影響で6月に復帰し、A-9 ハドソンバレーレネゲーズで2試合に、登板後、6月に A 級ボーリンググリーンへ昇格。A 級では9試合に登板し、0勝3敗、防御率4.66だった。オフの11月18日に、レーズとメジャー契約を結び、40人ワーク入りを果たした。2012年3月14日に、A 級、 シャーロット・ストーン・クラブスへ移動。この年は、右肩の故障で、A プラス級で7試合の投板にとどまり、0勝4敗、防御率5.56だった。オフの10月20日に40人枠を外れ、トリプル A 級ダーラムブルーズへ降格した。2013年は、ルーキー級、ガルフ・コーストリー・グレイズで8試合に投板し、0勝0敗、防御率0.00だった。 オフの11月5日に FA となった。2013年11月23日にカンザスシィロイヤルズとマイナー契約を結んだ。2014年は AA 級ノースウエストアーカンソーナチュラルズで開幕を迎え、リリーフとして11試合に登板。1勝0敗、防御率1.64と高騰し、5月にトリプル A 級オマハストームチェイサーズへ昇格。 トリプル A 級で2試合に登板後、6月2日にロイヤルズとメジャー契約を結んだ。6月3日のセントルイスカージナルス戦でメジャーデビュー。1点ビハインドの7回裏から登板し、1回を無安打無失点に抑えた。昇格後は2試合に登板したが、6月9日にトリプル A 級へ降格。8月11日に放出された。ロイヤルズでは2試合に登板し、 デ勝シ0敗、防御率0.00だった。2014年8月18日にニューヨークヤンキースとマイナー契約を結んだ。契約後はトリプル A 級スクラントンウィルクスバリレールライダースに移動したが未登板のままシーズンを終えた。2015年11月6日にリリースされた。2016年以降はベネズエラのウィンターリーグであるリーガ・ベネソラーナで、 ベースボールプロフェッショナルでプレーしていた。2020年1月1日、メキシカンリーグのアグアスカリエンテスレールロード面と契約を結んだが、新型コロナウイルスの感染拡大の影響でリーグが開催されなかった。ありがとうございます。